くわってんの俺。いやもうほらほら出た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 、今日のおもちゃ決定や。わかんない、なんやねんこれ。今日のおもちゃこの中にね、性格悪いやついるってことはよくわかる。後々刺さるかもしれないからやめてもらって。マジ意味わかんないもんこいつ、マジ性格悪い。性格悪い。いやな、俺そのお題やったら難しいですね。これ誰かわかんないけど誰か刺さりますよね。もう誰かには刺さってるからね、今ね。いやちょっと本当無理これ。見つけたらしばく本当に。いやいやな。こんな切れたの。待って、トモエさんが初手でそんな切れることある？ある。まあ怖いのはトモエさん以外全く今自覚がないから。これが一番怖いからね。本当に誰って思ってる。マジで分からへん。これ、うん、この人狼いるよ人狼。いやもう何これ。わ何これ。最低。はあ？いやこれもう十分伝わるやろ。はあ？何これ。分からへんな。何これ。何これ。え？これちょっと待って。じゃこれ何？今日おもちゃにされてる方のやつ思い出して分かれへんこれ。何これ、どういうこと、なんで。何これ。違うこれはどっちも音に埋められたいんだね。ちょっとなんで背景黒なの。違う分かんない。これは違うんですよ。もうじゃあ一体モノクロなの。いやあのなんか白米、白米描くときに白目立たせなあかんなと思って。あーなるほどね。そうそうそう、何もっともらしいこと言っちゃってんすか。ここですよ。ここですよ。やっぱりその方がええかなと思って。うんうん、てかロベちゃん音符これ違くない？音符の丸ってこれ左側じゃない？なんかそう思った。なんかなんで空き缶あるんだろうって思った。これ違う記号ですよこれね。いやでもこれはこれは正直に言います、お題が良くないというか。お題が良くない。マジでお題が良くない。マジでお題が良くない。お題が良くない。いや白米とダンスするともえさんで絶対泉さんだったらしますよ。その後自分は可愛くなっちゃってさ、ルリさんの絵で。そうよ、ほんとに許さない。自分は可愛くなっちゃって、これじゃ意思疎通失敗ですね。次行きましょう。それに対してともえさんの回答。これは分からへんって。これは分からへんってともえさん。いや分かんないよ。これ何にやったの？何にやった？どういうこと？どこが？ナルニアにやった。どこが見えないよ。ナルニアどっから来た？ご存知でないナルニアを。あのナルニア国物語は存じ上げてるんですけど、ちょっとこういうシーンをあまり見たことがない。そういうシーンとか違うナルニアだと。いや。ナルニアか。まあ、それに対してロベルさんの回答が、自分で書くんだ、うん、これか。だからか。うまいんだわ。これでしょう。これでしょう。はいはい。なんかどっかのドアにね。ドア、ドア、ドアやさ。これかわいいな。これかわいいな。そういうことか。それに対してすいません。井ノ原泉。ライオンや。ライオンや。ちょっと猫っぽさがあってしまった。もう自分書いて満足してんじゃねえの。いやそうだよね、割となんかちょっとともえさん、ないわ、うまくいったみたいな物語はないわ。これじゃん、今日意思疎通測るゲームなんだけどな。これともえさん、もう時すでにもう喧嘩になってる。ダメだな。そうだね、あの終わる頃にはギスギスよ。ともえさんの中とロベルさんの中のナルニアここは多分違う世界線ないと思います。違うわ。はい。ちょっと違うの。あ、面白い。はい。これ。意味わかんない。これ、お前。ロベル？ほんまに、ほんまに覚え。あれ、まだまともだな。うん。まだまともだよね。もうね、まだまともやんな。このゲームで NG よ、私、あなたを。何が意味するわ。なんで？なんでやな。初絡みって伺ってるのでしたんだけど。うん。大丈夫ですかね？あ、ココア飲んでる。ココア、ココア飲んでる。ココア、ココアを飲んでる。ここにね、最低じゃないこれ。みんな怒ってよ。うん、これココアどういう、え、どういう気持ちで書いたんですかこれ。ココアを飲んでる。ココア、正直覚えてない。性格悪いよ本当。正直覚えてない。これか性格悪いって。友達として言ってあげる。いや、ともえさんめちゃくちゃ怒ってはるって書きながら言ったけど、多分折れちゃうかなって思いながら書いたの。これ、そうだったんや。はいはいはい、
ちょっと心当たりはありましたね。ぶっちぎれてるトモエさんが描いた絵こちらです。これか、これふざけんなと思ったもん。いやでもうまい、トモエさんこれすごい描けてる。うまい、うまいよ。たぶんトモエさんは合ってる。感じね、トモエさんは合ってる。これは合ってる、合ってる。これが言うな、ほんと合ってる。なるほどな。いやいや、大丈夫、これはトモエさんは合ってる。はいはいはい、そうです。それに対して井ノ原泉はこちらですね。お前かい、お前かい。最低だよ、最低だよ、お前かい。最低。先輩ここにいましたね。ここか。いやー、まあでもそっか、自爆だったらもう帰っちゃってもよかったかもしれないね。特に。ああ。めっちゃ悩んだからね、これ。そうね、いやまさかそこに行くとはちょっと思ってなくて、なんならこれが友達の絵だとも思ってなくて。あ、なるほどね。いや、今すいません、これか。何かわかんないのよ、もうこれ。なんだ。いや、戦ってるなっていう。そうそうそう。炭酸で戦ってるのこれ。戦ってるなっていう。あー、なるほど。柔道とかか。あ、はいはいはい。どういうこと？こちらです。これはルリさんも悪い。私が悪いかこれ。ワンちゃんこうね、フレンチで。俺でもともえさんもないじゃん。ちょっと俺ともえさんじゃないわ。に気を取られすぎてそこ忘れてました。はいはいはい、確かに。チョークスラムって何と思って。チョークスラムね。首結構こう首掴んだまんまこう片手で宙に上げるみたいな感じ。プロレスラーこれなんかもう全員悪いわ。ルリさんも悪いし、ルリさんも悪いし。もう諦めろめは。あの後半は悪くないです。後半悪くない。そうだね。まあまあまあ。で最後ロメルさんのお題。はい。はいはい、これは優しいのにしましたよ。優しいお題こちら。メガロドン。おお。甘いかこれ。はいはい。メガロドン。あでも結構でっかいサメって書いてくれてるだけ優しいよ。メガロドンだけ言われたら何にも分からなかった。やろ。でっかいサメよ。確かに。はいはいはい。でっかいサメ。メガロドンだけだったらロボット。ああ。でも。わかるわかる。すごい。これサメだね。サメや。うんうん。やった。次の回答こちら、ともえさんの回答こちらです。もうね、あなたとは分かり合えない。やっぱ作品違うんだわ。まあでもね、上手になったよね。なるほどね。メガロドンが上手。あー、そっか。で、みやみさんが上手と聞いて。まあ僕でも上手はね、見たことあるからね。はいはい。これ分かんないよ。これ何？こいつさ。こいつさ。僕も違う上手見てるかもしれない。ニコニコ帰るし、今。僕の知らない上手。足生えてるよね、これ。そう。違う上手見てたかもしれん。本当よ。これ日和すぎじゃないロベルさん。ちょっと保身に行き過ぎでしょ、お前が。だから当たっててもちょっと私腹立ってたからいいと思う。お前俺に文句を言えばどうとでもなると思ってるな。お前そんなことないんですけど。今日言うロベルが。そこいいとこ取ろうと思ったんじゃないですか、こんなでっかいサメなんて簡単なお題にしちゃって。いやでもそれでも当てられてないともえさんはなんか雑魚かなって感じがしますけどね。できますよね、上手って。当てられないんですか、これで。なんかでっかいサメっすよ。え、でっかい。え、メガロドンって映画じゃないですよ、ちなみに。なんなの、メガロドン。メガロドンっていうサメがいるんですよ。なんか古代種みたいな、なんかね、でっかいサメがいる。へぇー、そうなんだ。え、映画なかったでしたっけ。え、それはメグってやつですね、ザ・モンスターっていう。あ、詳しい。そうそう、最近見たんで、僕サメ。じゃあメグでいいじゃん。いや、メガロドンの方がいいやん。メガロドンとかカッコつけてんの。え、いや、なんかもうサメいないからね。何なの。みやびさん、あとで審査に仲介で入っていただいてよろしいですか、これ。この二人に。まあまあ、いい人がちょっといないから。そうですね。ちょっと考えられへんな。本当にマジな。なんかよくわかんないな。